4回目ってことは、お茶碗ズスイッチを始めて1ヶ月が経ちました。早いです。皆さん見てくれてますか？はい、私事ですが、私は今ピアノを弾いてました。はい、いちこグルメラップ。今回はいちこがよく行くベトナム料理のお店です。ヘイヨー、いちこグルメラップ。今回はビアホイチョップ。店内いわゆるフォトジェニック、ベトナム居酒屋中野。結構行きつけ、いつものメニューはバインセオアンコー。大事なもんはインスピレーション。今日は分あっさりしじみ。インベトナムメジャーなあいつ、腰があるあーる。見た目はそうめん、作り方はところてんがってん米麺。食後のスイーツ何する？ローカルスイーツ代表格、チェッ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 チェ、あったかいかぼちゃのチェー。はい、この前はいつもと違うものを食べようって思ってブンとチェーを食べました。ここパクチーが苦手な方はパクチー抜きでもできるのでおすすめです。博士公式よりお知らせです。今日紹介する公式はこちら、ボイル・シャルルの法則。これは気体に関する法則の式なんですが、ボイルさんの作ったボイルの法則とシャルルさんの作ったシャルルの法則の合体バージョンがボイル・シャルルの法則となっているんですが、私はこのボイルの法則とシャルルの法則がどっちがどっちかわからなくなるので、ボイル・シャルルの法則っていう合体したのができてよかったと思います。以上です。ありませんでした。あ、なんか黄金の匂いがする。黄金の匂いだ。走って、博士ちゃん、走って走って。タタ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 、黄金の匂い。あ、黄金はありませんでした。次を当たってみます。お疲れ様。
くなるラップしてあげるね。あ、電気消すよ。羊が1匹2匹3匹こんなんじゃ眠れない。ならこんなラップどうかな。知らなくていいけど教えたい教えたい教えたい。知ったからには教えたくなる。そんなあれこれ体変。目を開けたままくしゃみはできない。やろうとすると目玉が飛び出す。そんなくしゃみの速度は時速160。この世のすべての赤ちゃんはラの音で泣き始める。楽しんでいただけましたか？お茶碗図からのお知らせは、名古屋のストーリーズ2、あとは私シュガーシュララのお誕生日パーティ、そして直近では5月26日日曜日に富士宮の幽霊商店街に行ってきます。幽霊商店街週もこの時間にお会いしましょう。それでは、せーの、おっちゃーん、またねー。